Welcome to CrewTube! 皆さん、こんにちは。ジェネシスビデオジョッキーのミスミです。本日は、弊社のジェネシスクラウド CX ユーザーの皆様にご活用いただける情報をたくさんご提供したいと思っております。ゲストには、第2回にも参加した亀崎を迎えております。亀崎さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。はい。前回もちらっと亀崎さんの仕事内容についてご説明いただいたんですけれども、今回初めてクルーチューブを見るという方もいらっしゃると思うので、改めて亀崎さんの自己紹介お願いできますか？はい、ありがとうございます。私、カスタマーサクセス部の亀崎と申します。我々カスタマーサクセス部の役割としましては、現在、ジェネシスクラウド CX をご利用中のお客様の、お問い合わせ総合窓口的な、役割を担っています。またジェネシスからの製品アップデートですとか、最新のユーザー事例、イベント情報等も提供を差し上げています。お客様はそれぞれジェネシスクラウド CX の導入目的をお持ちだと思いますので、それらに対する成果を一緒に振り返りながら、ジェネシスクラウド CX を最大限に活用いただくためのお手伝いをさせていただいている部署になります。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。では亀崎さんのミッションの一つは、お客様によりジェネシスクラウド CX を使いこなしていただくというのがあるんですね。はい、そうです。早速なんですけれども、本日いくつか役立つサイトをご紹介いただけるということなので、お願いしてもいいですか？はい、ありがとうございます。皆さんのご存知かどうかはわからないんですが、ジェネシスクラウド CX はかなり役立つ、オンラインリソースをすでに提供させていただいています。で今ご覧いただいているスライドの中にあります9つが主なところになります。簡単に一つずつ説明していきますと、まず左上の1番からジェネシスナレッジネットワーク、こちらの総合ポータルサイトで2番以降のすべてのサイトにこちらからアクセスできるようになっています。ですので、どのサイト見に行っていいかわからないよというお客様は、まずこちらをブックマークいただいて、こちらから各サイトの方に飛んでいただければと思います。また、ウェビナー情報ですとか、ジェネシスのブログもこちらに掲載しています。で、続きまして2番、ジェネシスクラウド CX リソースセンターですね。こちらは機能、あと一部の設定方法、料金や、あとは製品のアップデートなど、を掲載しているサイトになります。かなり広い情報が網羅されていまして、私個人的にはこちらのサイトを日々一番活用しているかもしれません。ジェネシスクラウド CX は週次のリリースも非常に多く、日進月歩の製品で、リソースセンターはそれらの新しい情報も比較的、オンタイムで掲載されていると思います。で3番、ジェネシスクラウド CX のステータスサイト。こちらは稼働状況ですとか、過去に起こったインシデントが確認できるサイトです。E メールアドレス、もしくは電話番号を登録いただければ、更新情報が E メール、SMS で受け取ることができるので、特に IT の方、システム管理されている方々には登録をお勧めしています。はい、で4番、ジェネシスコミュニティですね。こちらはユーザー様同士で意見、情報を交換いただけるサイトになっています。でジェネシス側もコメントしながら、日々活発な意見交換がされているサイトです。ぜひ一度ご覧いただければと思います。はい、で5番、プロダクトアイデアズラボ。こちらは、ジェネシスクラウド CX へ追加してほしい機能をリクエストするための投稿サイトになっています。すでに上がっているリクエストへ投票することもできます。過去に日本のお客様、パートナー様から投稿されたアイデアが、グローバルで非常に多くの同意を得て、実際に開発に至ったこともあると聞いています。ですので、今後欲しい機能について、何かアイデアをお持ちのお客様は、ぜひ積極的に投稿いただければと思います。6番、ジェネシスデベロッパーセンター。こちら、開発者向けに、ジェネシスクラウド CX の API に関する情報を提供しているサイトです。またAPI の仕様変更などの通知も本サイトで行っています。で、7番ですね。こちらはジェネシスビヨンド。ユーザー様向けおよびパートナー様向けのトレーニングに関する総合サイトです。オンラインクラスの受講ですとか、あとは e ラーニングによるセルフスタディ。またそれらを通じて得た知識を確認するための資格受験などのコンテンツを用意しています。
で、8番のジェネシスアップファウンドリー、9番のジェネシスクラウド CX ソリューション関連通知に関しましては、過去のクルチューブで説明しているというふうに聞いていますので、今日の説明では割愛させていただきます。以上、9つ主な、オンラインリソースの、内容になります。はい、ありがとうございます。こう見ると結構ありますね。そうですね。ご存知ある方ない方、いろいろいらっしゃると思いますけれども、実は裏でいろいろ情報は提供しております。本当ですね。当然お客様の、今の導入後のタイミングですとか、お立場とかによっても必要なサイトっていろいろと変わってくると思うんですけれども、例えば最近ジェネシスクラウド CX を導入したばかりですというお客様ですとか、逆に結構長いこと使ってるんだけれども、もっといろいろ使いこなしたいっていうようなお客様に、特におすすめ、ここから始めるといいよっていうようなサイトはどちらなんでしょうか。はい、まず最近使い始められたお客様に関しましては、リソースセンター、2番でご説明しましたね。2番の、リソースセンターの、閲覧をお勧めいたします。先ほど申し上げた通り、機能面から、料金面、多岐にわたって情報を掲載されていますので、ご自身でちょっと気になるキーワードがあれば、それらで検索していただいて、情報を見ていただくといいかと思います。で、ジェネシスクラウド CX の利用歴が長く、もうちょっとこう進んだ、情報が欲しいよというお客様に関しましては、コミュニティサイトで、同じく利用歴が長いお客様が活発な意見交換されているので、そちらをご覧いただくとよろしいかなと思います。はい、ありがとうございます。最後に弊社のイベントなどではよくユーザー様にご登壇いただいてお話をしていただいたりとかもしておりますが、他のユーザー様がどのようにジェネシスクラウド CX を活用して、生産性の向上ですとか、売上アップを図られているか、結構気になるお客様も多いと思うんですけれども、そのような情報はどこに行けば入手できるんでしょうか。はい、まずはジェネシスのホームページから、ジェネシスクラウド CX のユーザー事例というところをご覧ください。で、そちらをご覧いただくと、今、お見せしています、スライド、それらの情報を簡単に集約しているものになるんですけれども、こういったお客様のユーザー事例をご覧いただくことができます。で、コロナ禍の昨今ですと、キーワードとしては在宅関係とか非常に多いと思いますし、あとはテクニカルなトレンドとしてはデジタルチャンネルの活用ですとか、あと AI の活用、こういったところのユーザー事例が最近多く出てくるようになってきました。キーワードをぜひご覧いただいて、ご自身と同じお悩みの事例がもし見つかればそちらを見ていただくといいかと思います。はい、ありがとうございます。とても勉強になりました。亀崎さん、本日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆様いかがでしたでしょうか。ジェネシスクラウド CX を導入したけれどもまだベーシックな機能しか使えていないという方ですとか、どこに情報を取りに行けばわからないという方に向けて、本日少しでもお役立てできる情報を提供できればと思いお送りさせていただきました。内容について、お問い合わせ、気になる点がございましたら、御社の担当営業もしくは、CSM までご連絡いただければと思います。本日のクルーチューブは以上となります。また次回よろしくお願いいたします。Thank you. See you next time.